スタッドも発見動画チャンネルの吉田勉です。ここは川内の湯、それから農産物の直売所、そしてその向こうは鯉組合の消防署があります。そして川内村の役場です。それぞれこのこちらから福島第一原発への出動が行われておりまして、この消防の皆さん方は皆さん防護服を着て作業をしておられます。この今ちょうど一帯の皆さんが帰ってこられたところでしょう。そちらでこの洗浄が行われているところです。そして自衛隊の皆さんがちょうど今先ほどこちらに届かれましたが、この化学防護の車両がこちらに着いたところでした。それぞれこのタンク車があったり、消防の車もとても日常的な意味での台数では違いまして、いろいろ工作車もありますし、たくさんのこの車両が並んでおります。普通この一般の雰囲気からしますと想像できないようなレベルで人が大勢おられるというのが状況です。吉田勉でした。このもういよいよこの山の向こうは富岡、そして双葉というようなエリアになります。おそらくこの先は交通止めになっているだろうと思います。終わります。